はい、皆さんこんにちは。本日面接官を務める、プロラボホールディングス代表の佐々木博之でございます。よろしくお願いします。山浦健太です。よろしくお願いします。今日はね、プロラボホールディングスの面接を再現するっていう企画ですかね。これいろいろとね、面接させていただいてますけど、ありのままをさらけ出してね、はい、さらけ出して、ね、いつもの通りやりたいと思うんですけど、はいはい、今日ね、面接受けていただくのは片田光陽君ですね。お、片田ですね。片田ですよ。片田、はい、21年卒の、はい、広島大学経済学部経済学科、国立大学ですね。お、国立はね、うちもそんなにはいないね。そうですね、うん、すごいやつ入ってきた。いやー、本当そうですよ。今、マシングループで大活躍してますから、うん、すごいことになってます。すごいことになってます、ね。なんかね、すごいすごい真面目な服を着たような、男ですね。うん、そうですね、うん、まさにその通りですね。2021年と春入社の、今マシングループで営業やっております、片田光陽と申します。緊張してる？いや、もうすごいめちゃめちゃ緊張してます。人間っていうのは揺さぶられるとね、少しこう本音がポロッと出ちゃったりするから、本音を引き出してね、やっぱりうちはプロラボの目的と、そのね、入ってくる同志仲間の目的がですね、こう一致するように、こうお互いにね、成長していけたらっていうふうに強く願ってる会社ですから、どんどん成長していってもらいたいね。はい、だいぶ緊張してると思います。あ、ね、去年のあの感じをもう一回やるんだみたいな。そうだよな、あの緊張感も含めてね。緊張感も含めて、彼は真面目だから、はい、昨日多分眠れなかったと思いますよ、はい、いよいよ始まっちゃいますね。緊張しますね。じゃあちょっとやってみますか。はい、どうぞ。失礼します。どうもこんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ようこそお越しいただきました。僕ね、名刺をちょっと。どうぞどうぞ。あ、すいません、失礼します。そしたらですね、こちらにお座りくださいませ。失礼します。どうぞ。いやー、わかりました、場所。あ、わかりました、わかりました。ね、緊張しますね、はい、片田光陽くんですよね。はい、で、あれですね、ご実家というか育ったのが佐賀。はい、佐賀出身。佐賀県立鳥栖高校です。はい、あ、そこから広島大学。うん、国立ですよね、広島はね、はい、経済学部、それでね、フットサルをされてたんだな。あ、いやいやいや、じゃあね、本当に、これからじゃあ面接をさせていただきます。お願いします。自己紹介から。あ、はい、そうですね、そうですね。広島大学経済学部4年生の片田光陽と申します。学生時代はずっとサッカーとフットサルでやっておりまして、まあ、それ大学ではフットサル部として活動しておりました。経済学部の方ではゲーム理論だったりとかを使って、うん、企業の例えば価格の競争だったりとか、そういったところについてお勉強しておりました。はい、本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。フットサルね、高校はサッカーで大学はフットサルって感じ。はい、サッカーは小学生から高校生までやっておりまして、そこは大学ではフットサルにしました。いやいや、なんかね、すごい真面目な感じでサッカーの雰囲気じゃなかった。体育なんか運動よりもこうゲーム理論。プロラボホールディングスを受けられた理由をお聞かせいただければ。はい、私就活してた時に、まあ、いろんな企業を見てたんですけど、うん、まあ、プロラボホールディングスご紹介いただいた時に、
あと健康だったり美容っていうところにこう初めて触れまして、うんうん、まあ、そこでこういろいろ見ていく中で、まあ、そうですね、健康というところにすごい興味持ちまして、うんうん、まあ、というのも大学時代にまあ母親が体調を崩したりとかして、うん、入院していた時期もあったんですけど、うん、まあ、そういう時にまあすごいこう、まあ、健康じゃないとこう何も始まらないといいますか、まあ、一番のこう大元にあるのが健康だなというふうに思ったので、まあ、そういったのをきっかけでドクロロホリンクスと、うん、目指していただいて、いやいや本当ね、そこに気づいていただいて、我々も本当にね、やっぱこんなコロナのね大変な時代になって、特に今健康意識っていうかな、こう免疫をどうやって高めようとかね、食生活を気をつけようとか、いろいろこう健康にスポットライトがね、もうこれ原点ですけどね本来。ただどうしてもね、スポットライトがなかなか当たりにくかった、こう当たり前の一番大切なことは何ですかって言われた時にね、やっぱ健康でこういられるってことが本当ありがたいことなんで、その健康であることを、死ぬまでね、ピンピンコロリで最後健康寿命をですね、こう全うするっていうのを目的にやってる会社で、そこに気づいていただいてね、本当それは嬉しいですね、うんうん、はい、結構プロロボではいろいろホームページとか YouTube とか、そうです、見られて調べていただいて、うん、そうですね、 YouTube だったりとか見させていただいて、うん、なんか印象に残ったそういう YouTube とかホームページの情報ってございました？去年の YouTube で20の動画を皆さんが踊られているのが違う動画、違う動画あ、採用とは関係ないんですけど、動画すごい踊られてますいろいろ調べたらいろいろ出てきて、はい、まさかのそういうのも含めて、なんか会社のプロラボの雰囲気っていうのはなんか伝わったのかな？そうですね、どんな印象でした？皆さん結構明るい、結構ハツラツした感じで、うん、若い方も多いので、うん、すごい風通しの良さそうな感じそうだなと思ってました。なんかプロラボホールディングスに入社した自分をちょっと想像した時に、どういうふうに何をやりたいとかってイメージありますか？いろいろ情報を調べていただいたと思うんですけど、うん、はい、まあ、やっぱりその美容だったり健康というところを扱われているので、うん、まあ、そういったその人の健康だったりとか内側からこう、うん、綺麗になっていく、健康になっていくというところに、うん、アプローチしたいなというふうに思っているので、うん、まあ、それこそ御社のサプリメントだったりとか、うん、美容マシーンっていうのを使って、うん、それを使っていただく方の、うん、まあ、最終的な健康寿命の延伸というところだったりに、うん、貢献できたなと思っております。うん、なんかね、片田さんは国立大学のね、広島大学に出られて、大手にね、就職される方も多いと思うんですけど、うちはまあ中堅、企業だと思うんですけどね、まあ、これからは世界一を目指して、やってくる、まあ、ベンチャースピリッツの会社だと思うんだけど、そういう大手とか、中小とかベンチャーとか、そういう意味での就職活動の基準みたいなのって何かあったんですか？そうですね、うん、私もあと普通に大手の企業様とかを受けさせていただいたりとかもしたんですけど、うんうん、と私がこう、まあ、軸とした点としてはやっぱりこう、うん、いち早く成長できるかどうかっていうところに軸を置いたので、うん、まあ、その点考えた時に、はい、御社のような、はい、こう若い時から、うん、そういろいろ仕事を任せていただいて、うん、まあ、成長できる環境があるっていうところで御社を志望させていただきました。でも本当それはぴったりだよね、うん、成長、うちもやっぱり人の成長なくして企業の成長なし、これもう間違いないですから、やっぱり平均年齢約30歳の会社ですけどね、もう本当に普通の会社で40以上になってやるようなことをもう20代半ばで経験して、どん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 成長していってもらうと、そういう点ではね、そこも非常にあれだね、視点としてはありがたいです、うんうんうん。
高田さん自身の長所とか短所とか、なんかそういうエピソードとかあります？そうです、僕は長所としては、うん、行動力というのをさせていただきたいんですけど、大学時代にフットサル部で活動してたんですけど、まあ、その当時と副キャプテンの方を任せていただいたんですけども、まあ、その時にそのチームの中ですごい怪我人が多く発生したんですけど、まあ、その原因として考えられたのが、まあ、そのまあ部員 の、まあ、その怪我を予防するような意識の、まあ、低さっていうのも一つあったりして、あともう一つはまあ、新入生がやっぱりこう大学受験で受験勉強をして、まあ、なかなか運動をする機会がない中で入ってきたりするので、まあ、そういった新入生の怪我とかも、まあ、大きな要因だったんですけど、まあ、そういったところを改善していくために、まあ、大学近くの新旧接骨院のところに訪問させていただいて、その先生といろいろ交渉して週に1回とか練習に来ていただいて、怪我を予防するような、まあ、ストレッチだったりとかメニューを教えていただいたりというようなことを交渉しに行ってとなりました。まあ、その結果まあ、怪我人も減ったんですけど、そもそもの怪我の予防意識が上がって、まあ、しっかりストレッチする選手増えたりとか、怪我に不安がある人は事前にテーピングしたりとかっていうので、まあ、全体としてこの怪我に対する意識が上がったのが僕としてはすごい嬉しかったことです。それは行動力があるね。はいはいはい。逆に自分で課題だと感じる、短所の部分とかもし、あれば、そうですね、逆に短所で言うと、はい、まあ、よく考えずに行動してしまうこともあったりして、まあ、なのでそのやってみて後から気づくことがあったりとか、これこうじゃなかったなとかいうところがあるので、まあ、それはその都度は変えて改善していくってこともそうなんですけど、まあ、やる前にしっかり考えてから行動するっていうことも意識してやるようにしてます。だからまずやってみるっていうのが大事で、はい、はいはい、まあね、初めはもうまず行動が先で、それでちょっと間違うこともミスもあると思うんだけどね、行動しないとそれも分かんないっていうのはあるからね。ちょっとご家族のことをお聞きしたいんですけど、はい、お父さんは今ご健在で、はい、今会社員、地元の地元佐賀なんですけど、その隣の福岡で働いて、会社員で、はい、あ、そうですか。営業系とかなんかあるんですか？そうですね、営業系です。営業系で、お父さんは尊敬してますか？尊敬してます、はい、どういう点が？それこそまあ、大学時代バイトとかもいろいろしたんですけど、そのお金を稼ぐ難しさそのすごい感じて、まあ、そういった中でやっぱり父親とか母親っていうのは、まあ、すごい自分が稼いだお金を、まあ、家族に還元して、だから自分に使う余裕なかったりとかっていうのをすごいその大学時代入って、まあ、ようやく深く気づけたところがあるので、まあ、そういったところはすごく尊敬してます、今ご兄弟は？兄弟はあと姉が一人と弟が一人。あ、真ん中なんだね。真ん中。どうなんですか、お姉さんと。そうですね。まあ、高校時代とかは、まあ、すごい喧嘩とか。喧嘩しなさそうで。するんですか？喧嘩あったんですけど、まあでも大学入ってからぐらいからは、まあ、僕も広島でちょっと距離が離れたところがあるので。まあ、喧嘩とかも言ってすごい、まあ、今ではすごい仲良く。何個上なの、お姉さん？あと姉が1個上で、1個上、弟がと2つしかない。あ、そっかそっか。喧嘩しそうもない雰囲気だった、まあ、年が近いからね。それはあるよね。あ、弟さんは今大学生？弟が今大学生です。あ、そうですか。で、佐賀にはじゃあお父さんとお母さんとお父さん、お母さんと弟がいます、弟さんとね。あ、そう、なんかお父さんとかお母さんはそういうプロラボホールディングスにね興味を持ってるっていうことに対して、国立まで出したんだからもっとね、丸々商事行きなさいみたいな話じゃなかったの？そうですね、相談するにはそういう
ってことはなかったですけど、割とあのいろんな、まあ、大学で広島出るって言った時も、あのそれあの反対とかもなく自由にやれって感じだった。自由にやれと今回はそんな感じです。お前の好きにしろと。ああそうですか。なんかイメージが佐賀でのイメージがちょっとお姉さんとちょっとバジバジしながら広島大学行って近くの整骨院に交渉イメージ分けますね。入ってきたね。片田さんは今後、まあ、社会出られて、まあ、こういう風に自分自身になっていきたい、うん、なんかそういうイメージあるんですか。こういう風になりたいみたいな、まあ、いわゆるそのちょっと野心的な部分がもしあればちょっとそれも教えていただきたいんですけど、うん、そうですね、まあ、あの御社でやっぱりこう若い時から成長できるっていうのがあるので、まあ、こう20代のうちにまあ役職に就くだとかっていうところを目標にしたいなというふうに思っております、うんうん、まあ、あとやっぱりこう健康だったりとか美容というところで、まあ、自分だけじゃなくてその身内の家族だったり友達っていうところにまで、まあ、そういったその健康美容の輪を広げていけるようなあの活動をしていきたいなと思っております。20代のうちから役職について活躍した、プロラボは新卒、まあ、4年目5年目ぐらいから役職つく人多いので、本当にさっき会長がおっしゃった通り、普通の会社だったら40代で任せられるような仕事が20代の若いうちから任せられて、どん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 成長していける環境にあると思うので、その辺はすごいマッチしそうな気がしますね。営業希望されてるの？はい、営業で。おー、経理財務もなんかちょっと欲しい雰囲気だけ見るとこの整骨院への交渉力も雰囲気だけ見ると銀行への接触営業規模だもんね。営業規模そうですか。いやいや、なんか質問あります？そうですね、うん、御社入社これ難しかったね。そうです絞り出すと入社してるしな。そう、確かに。あの御社でよく活躍されている社員さんとかの、うん、特徴とか、うん、こういった要素があるから活躍できるとかっていうところって何かございますか？僕はね、やっぱりうちが欲しい人材でもあるその素直で、あの行動力があってね、で成長意欲の高い人、素直さ、行動力、成長意欲、やっぱこれ大事だと思うんですね。で素直っていうのはね、やっぱりなかなかあのできるようでできないですよ、うん、やっぱね、我っていうのが人間あるから、どうしても自分で自分はそんなことタイプじゃないとかね、うん、好き嫌いだって話になるけど、あの良い先輩とか自分の模範になる人、そういう良いものをねそのまま受け入れる、取り入れてやってみる、うん、それで、うまくいくいかないで、修正して、この PDCA がねどん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 回っていくと成長が飛躍的に高まっていくけど、自分のスタイルとか俺はこうなんだみたいなね、我がある人っていうのはなかなか、成長していかないかなって思ってますよね。だからやっぱそういう人が、うちはあの成長していく会社だと思います。じゃああれですかね、はい、うん、だいぶ、はい、片田光陽君の、はい、あれが浮き彫りになってきたから、はい、イメージがさらけ出されてきましたね、うん、はい、片田さん今日は面接に来ていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。これにて面接終了となります。はい、はい、よろしくお願いします。また合否については、はい、追って近日中に、はい、人事の方からはい、連絡させていただきます。お願いします。はい、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。
よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。失礼します。田中君今日何点ぐらいですか、自分の面接。何点ですかね、まあ、70点。30マイナスはどこら辺ですか。やっぱ僕滑舌が悪いので、伝わりにくいっていうのは。田中君の面接何点ぐらいつけてもらえますか。いやもう再現レベルで言うと100点なんで。100点。そう、なんか思い出してきたもんな。そうですね、うん、まあ多分こんな質問したんだろうなとか、リアクションもこうだったなとか、整骨院の話も思い出したもん、ね、怪我が多くて。そう、そのまあ田中学生時代やってきたことと、スカッとしたこととこうなりたいという姿とプラボのこの将来みたいなのがあって、うまく一致面接でねできたっていうのを当時もこうそうだったなと思って、だからねこうやって縁があって今も一緒に働いてて活躍してるんだろうなっていうのを感じたので、そういう目的意識の強い野心ある学生と、まあ、素直さが前提でね来てほしいなっていうのを今日これをやってみて改めて思いました。会長、今日働くの面接どうでしたか。何点ぐらいですか。いやいやもう95点。5点は発熱ね。じゃあそこさえクリアできれば。そう、面接させてもらって入ってきてもらって今大活躍してるじゃない。あ、よかったなと思いながらね。だから紙一重でね、他の会社だったかもしれないからちょっとドキドキしながら、ね、よかったみたいな感じで。1年前もいろんなあの企業さん受けさせていただいたんですけど、プロラボの会長山田さんがやっぱこう場を温めてくれるので、すごいやりやすい。あ、ほんと。プロラボはこうやっぱ素直さっていうのを大事にしているところがあると思うので、あまり飾りすぎずに、まあ自分のありのままを、あのさらけ出していただければと思います。はい、皆さんね、本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。学生の皆さん、こんな雰囲気のプロラボホールディングスでございます。素直で成長意欲の高い学生さんですね、ぜひあのエントリーをお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。お願いします。